月恒例の、はい、飯田橋よりお届けしております。本日プレセスさんよりお届けです。お届けです。マイクがおかしい、声がおかしい。兄のマイクは確かに私もペロペロ聞こえますけど、ペロペロまして、あの店にリベンジしつつ、フラグ達成を狙っていきたいなと思っております。はい、はい、あれそのスキッシュって前一回挑んで、はい、放送後に達成しましたっけ。はい、だからそれを放送してみたいな。目よ目。はあ、はあ、はあ、分かりました。外線じゃないわ。さすがにこれ夜の10時40分に外線の通常時回さないっすよ。いや、それ見たかったな。はい、秋岡はありがとうございます。それを言っちゃうね。はい、ごめんなさい、せいやです。まあ、さっきも言った通り、ここのとこニコ生チャンネルの放送、はい、おととい審査さん、昨日クリさん、はい、ポンポンって、まあ、ネタバレしちゃうと明日のみそぎもどうやら打つらしいんだよね、はい、なんだけどそれぞれの番組についてる市町村は違うと思いたい、かつ、はい、いいですよ、いろんな理由を聞きましょう。他の番組はニコ生チャンネル限定の放送になっておりますので、会員さんしか見れない。そうですね、はい、なので、うん、無料枠でやらせてもらっている僕らは僕らで、はい、ちょっとまたやらせてもらおうかなと、という理由で。あ、興奮しないでコンペ見やがる、すいません。なんだ負けかってすでに言われてますよ。はい、はい、負け、はいじゃないわ。負けじゃないわ。はい、そう、打ちたい。まあ、なんでかっていうと、さっきも言った通り、ゲストにここのホールでシゴロを掴んで、うん、7万。そっか、ゲッショか。かつ、はい、SP モードっていう、いいモードにいたもんで、はい、腰を据えて打ったところ、10時40分、はい、通用するまま、閉店ガラガラ。恐ろしいガラガラ、閉店ガラガラは。はい、いうことで、はい、音が直ってない。ちょっとごめんなさいね。ちょっとあの今、はい、そうですね、でもかっこいいですよ。ちょっとなんか機械チックの男というか。なんかちょっとあの、アンドロイド感というか、すごいかっこよく仕上がってる。あのちょっと黙ってても言われてますけど、アドニーの今日のツイッターのニコ生チャンネルのツイッターぜひご覧いただきたいんですけども、お肌綺麗ですね。いいわそういう。あのアドニーがアップなんですけど、何の加工もなしによくあの距離に耐えられるなっていう。耐えられなかったよ。いやすごいと思いました。皆さんぜひ見てください、チェックしてください。はい。どうしたその顔。サウナ行った？行ってない行ってない。今日はあとね、いい肉の日ですって。あ、らしいね。はい、なので大丈夫でしょう。本当適当だよね。まあいいや。大丈夫でしょうっつって。はい、ゆで卵。むきたて、はい、卵でございますけれども、はい、まあちょっとねバタバタしつつの、はい、スタートになります。すみません、ご了承ください。はい、ということで本日の実践機種、セットセイヤでございます。狙うフラグ、アテナフリーズ、ART 中のまあなんか全薬で抽選するらしくて、はい、20万分の1。叩くか、もしくは、まあ、最強の突破そうですね。千日戦争行きたい千日戦争、こちらを目指してやっていきたいと思います。はい、思います。それでは本日もよろしく。なんだよ、いや、ぶつかりましたよね。ポッキー君がすんげえ慌ててる。運営さんが今ぶつかったっていう。無限の投資とか言うなよ。ボーナス来た。え、ボーナス来た。ボーナス、あー、リールは揃えるホールです。こんにちは。これで朝一スイカを引いてしまったので、これで万が一チャンスゾーン入ってももう分かんないな。まあでも基本前日だから、まあ前日ってありがたいですよね。そうでもよいしょ、財布の中身を燃やしてゆけ。いろんなちょっとコードがいっぱいある。一応、はい、じゃあちょっとだけね、ちょっとだけね、もう分かってると思うんですけど、はい、ちょっとだけ、はい、設定変更時の挙動なんですけど、はい、全設定共通でまず定格広角、うん、半々で振り分けられますね。はい、これはでも弱者も引いてるからもう分かんないな。あ、コメ来た、はい、コメント来た。あ、なるほどという。であと、チャンスゾーンの抽選状態、はい、こちらも、振り分けがございまして、はい、全設定共通で、はい、広角ショート 46.88%、はい、広角ロング 3.13% と。だから朝一何も引いてないのに、なんかあの日時計ステージ行ったりとか、身に覚えのないコスモチャージチャンスゾーンが出てきたりすると、はい、あれこれ変更してんじゃないみたいな ね、そういう挙動でございます。はい、
朝一のチェックの仕方ですね、今お伝えしたのは、はい、早速睡眠へ、すやすやよくわかりました、ありがとうって来てたけど、これね、本当かよやっぱわかりやすい、違う、もういいよとその後来てた、大丈夫、よくわかりました、ありがとう、もういいよって、その中にまさみんも相槌大変だねっていう、あ、大さん、アドニーさん、まさみん、おはようございます、リベンジ期待しておりますね、アイスアイス、夜勤明けだから目覚めもいいよっていう、なるほど、すや、あ、そっか、眠い中にさらに眠くなっちゃうってことね、そう、もう起きてもいいっていう、大丈夫よ、いいよ、朝一宣言で6位の変更を見抜く方法を教えてください、それは無理じゃないかいていうかこのせいやは、まあ、僕仕事つかんでボコボコにされた通り、はい、なんだろう、設定よりも大事なものがあるよね、何ですか、何そのかっこいいこと、え、いや、かっこよくないよ今の言い方、なんかお金よりも大事なものがあると か、 なんかそういうのと同じくくりで今言いましたけど、ちなみに何ですか、設定よりも大事なもの、いや、それはもうだからセイントラス中にどれだけやれるかに限ってるっていう、それを今日、まあ、まさみさんが見せてくれればいいな、投資です、あれまさみさんがコスモだろ、コスモだろ、コスモと書いて引きが重要、セブンスの意思でっていうわけではないんですよ、年内いっぱいまでだっけっていう、そういう あらぬ情報が、あ何、まさみさん、これ降格中に俺やっちゃった、50%だよ、 50% の男、どっちの 50% か皆さん想像してください、落ちてなきゃいいんだけれども、はい、降格、降格落ちてなかったら、はい、10% 弱から 10% 強、あんまり設定しないんだけどねざっくり10分の1の抽選しか受けれないですけど、降格の瞬間に 50% になりますんで、これもしかしたら俺もしかしたら、まあいろいろ今コメントは大盛り上がりですけども、これ大丈夫です、アドニー、何いけます、いや、この後に、はい、12球に行ってからってことですね、今あのコメント内はですね、あの盛り上がっております、アドニー、なんて無理でしょってだって兄だぜじゃないわ兄なら20とかね、兄の 10% は 1%、 あとさっきあの兄の 50% は 5% だっていうコメントもありました、ただ広角で引けてたかどうかが分かんない、一応日時滞在中には引いてるけど、うんうん、引いてるけど、ちょっと予防線張っていきますから、なコスモが足らないって、あとはまあここがね、いきなり緑とか赤になるとねいいんだけど、青だからねちょっと期待度が低いのかな、これしょうもなくて笑ってました、今 50% でもパーにする兄、パーにし、毎回パーにしてるわけじゃないから、あ、ピンクさんがやれるのかって、え、ピンクさんがやれるのかって、ピンクさんはそんな折りするえ、違うピンクさんかな、ピンクさんは比較的紳士だと思ってましたけども、比較的にあのアドニーの味方の方ですからね、どっちかというと、アドニー、まさみ、皆さんおはようございます、調子はどうというと、今アドニーが 50% をつかんだかどうか、いやいや、まさみさんだから降格確定とかじゃないから、降格だった場合 50% 降格だから 50% ですをつかんだかどうかの答え合わせが見れますよ、むっちゃうまいよ、ピンクさんまでも知ってたよく、プロレスあおり、どうせ当たったらみんな信じてたって、ありがとう、すごい、当たったら言いましょうね、信じてたって、あ、すいません、いただきます、いやいや、じゃあぜひ、女の子好きでしょ、女の子と話したいよね、女の子、うるさいなって言いながら喜んでるから、ああお久しぶりです、ありがとうございます、ティーラテありがとうございます、お渡しすればいいですか、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、大丈夫、ありがとう、後でもらいます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、これ置いとこう、さあどうだ、ちょっと煽りが弱いんすよね、これちょっと煽りが、あれ、まさかの、ああ、ただちょっと事情が変わったのは、せいやの赤は本当に熱いよ、あ、だからここから、あー、白いアドニーが楽しそうでない夜ですね、え、今日も、いや、楽しいでしょうよ、そりゃあー、面白いな、
あーちょっとまずいまずい、これはまずい。まずい、やだに。でもアドリーならできるよ。あーこれはまあ合格じゃなかったんだろうね。すごい、50パーを外すと思うでしょ。えい、50%おめでとう。やばい、ついさっきまで 50% じゃなかった、合格じゃなかったって言ってましたけども。はい、ということで面白いわ、絶好調じゃないですか。アドニー投資3プッシュですごいゼネラルバトル、ゼネラルバトル俺は信じたよ、不正部品。そして、設定変更がされていた場合、はい、ゼネラルバトルも、まあ、レベルがあるんだけど、はい、あそこがね、まあ、いい振り分けを取れてるといいなっていう、はい、どうせジェネラルバトル突破できないよってやってますよ。いや、パーセンテージによりますから、はい、まだ。あとその中ですね、手のひらを返したようにピンクさんが、うん、おめでとうございますって。ピンクさんそんなくるくるだっけ。今日はそういう気分なのかもしれないですね。これが今日の一番の見せ場っていう質問来てますけど、いや全然全然、あ、びっくりマークだよ。アドニー、こっからよ。いいよ、テンション上がりすぎてよく喋るねって。いや、テンション上がる、ほんとね、ちょっと興奮しすぎ。今日も見せ場が終わったって。いや、ちょっと待って、こっからもう強調3回引こう。60%2戦負け、ちょっとなんか現実的でやだな。やだな、それ負けるなら1戦目がいいんすよ。ほうほうほう、あの複数ポイントが貯まるんでね、ポイントが貯まるとまたね。そうなんですよ、はい、で設定変更されてると30ポイント以上の振り分けが 40% ぐらいあるのかな。結構大きいですね。そうなのよ、 50% 飛んで男だと大丈夫だろう。ねえ、あ、パストコン、あ、コメントできないって方がいらっしゃったかな。フラッシュバージョンにコメントにコメントできるよっていう HTML5 バージョンだとコメントできないっぽい。詳しくない。今日の見せ場はね、最大の見せ場はここからの投射撃だよ。あ、見たか言わなかったからまだテンション上がりきってないんじゃん。いや、ジェネラルバトルなんかで言ったらあかんですよ。そうでしょ、アドリバニさん今日フラゴ達成する気で挑んでますから。アドリバニさんのツイッター見ました、皆さん。昨日の番組予告のちょっとなんていう、どういうことかなっていう。続いちゃったな、これな。続いちゃった。これも勝ち越すしかないですね、そうなったら。そうやな、はい、こうなれば。あ、フラッシュにすると米が見えなくなるよっていう。フラグの表記もう少々お待ちくださいませ。待ち場所中でございます。続いちゃったな、ごとった。動画切り替えスムーズでしたね今日。ピンクさん、あれは面白かったですね。あれってどれ？どれだろう。どれも面白いですもんね、私。いやどうしたの？よくそんなこと言えんな。とんでもねえ子だな、本当に。ああ面白いな。自信の塊じゃねえか、マジで。全部面白かった。何が面白い？はい、あとはパーセンテージでございますね。はい、50はやだよ。なんぼ。あー60、バイヤン。あ、びっくりバック。あー、ジャックだ。あかん、もう一回いけ。あ、どういう意味、兄だと 8% だよ。めっちゃみんなバイアスしてさあ、ここはまあ当然のように継続なんですが、問題はですね、問題はここ次ですね、次、はい、ああ普通、あらまあ、ちょっと不安でございますね。これでも霊薬を、いや、もう6から 60% なん、まあ、ただ 50% 通してますから、さっき僕ね、まあ 60% ぐらい簡単ですよね。だって 60% したら半分以上引けるんだから、うん、ね、そうこういうこと。はい、アドリバニさん、はい、どうですか、はい、3戦目は自信あります？いや、ここまで来たら俺心臓バクバクなんですけど。一発目変えてきたらこれかっこいいですよね。心臓バクバクでございますね、まさかこんなことになると思わなかったんで。昨日クリさんは通してたよっていう。あ、ほんと、はい、いやクリさんはだってダメ、アドリーもできる、アドリーもできるから、みんな、はい、行くぜ、行くぜ、ゴー。あー、この開始画面は ことだよ、この開始画面はまずい。でもいける。やべえ、なんか欲出したかも。
いけるほらないもんないけど、いや復活してもいい復活してもいい、これはまずいこれはまずい、あー今落ちてくれますね、ほんと頼む、あびくだ、あー違う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 、マジかよ、やっぱアドニン笑いのアドニンの大ファンです、この前は爆中ありがとうございましたってやってる話にいつの間にか、いやすごいな、やったことないんだけど、アドニンいいな、こうやって話がどんどん本人の知らないところで、結構でもレアな方ですね、見れたってことは、えその方レアですね毎回やってって言ってもやるもんじゃないんで、アドニンやってないわこれは初代でアテナカップインダブル取る、あなんかあったね、一気の特化ゾーンのやつか、初詣は行くよ、行くけどいつも地元のって行くな、子供連れて一緒に、あ止めろ、あおあれ、いや、ちょっと待って、ちょっと待ってゲーム数、ゲーム数、ゲーム数535で入りましたね、うん、今通常、通常よし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 、大事大事、ここはね11プッシュ、いい振り分けを俺が持ってきたよこれはただじゃね動かないですよ、僕もさすがアドニーだな、やるなかっこいい、この規定ゲーム数はねかっこいいなそんなアピールいらない、自分の手柄ぶっ飛ばすぞって言うかよちっちゃい手柄自慢、何言ってんのこの豚すごいねこのコメントが一気に叩かれよう盛り上がるいや面白い、いやこれは強制とか引いてたらまさみさんだったけど、うん、俺はもうね規定ゲーム数ですから、いやリモコンで頭いくよ、ダメダメ、タイムリーな話題です調子のねよ、はい、お前あどうしよう、ちょっと豚さん黙って、追加投資かも、追加投資します、あ、まさみさん、はい、これでラッシュ入ったら賞味期限切れた牡蠣食べます、これ危ないからやめたらいい、本当にやめたらいい、そう、これで入らないラッシュ食べたら賞味期限切れた牡蠣を食べる、はい、入らなかったら、いや入ったら賞味期限切れた牡蠣食べます、あ、その方がやめた方がいい、やめた方がやめた方がいい、絶対やめた方がいい、私言うて牡蠣にノロじゃなかったんだよね、まさみ頑張れ、まあ前回僕がやった時に 60% だったんでそれでちょっと待って、落ちることはないですよ、うん、むしろあの上がる抽選は1回受けれてるので、これで70だってたらいいよねっていう、いいな、まあ、最低でも60はあります、はい、ここからね3回通さなきゃいけないっていうのがミソですね、ここで止め出しがあるとどうなるの、セットっていうかそのジェネラルバトルの継続を獲得できますね、まさみ生しらすは大丈夫、はい全然好きです、鎌倉あたりにいらっしゃる方かな、あ、ね、美味しいですよね、でもなんか時期的なものですよね、毎日食べれないというか、あ、必須だと思うけど、ここなの連日制夜実践は何か、すいません、あ、まさみさん、はい、あれ、あ、はじめまして佐藤です、事務所に置きっぱなしだから、いや、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、取りに来ないんすよ、本当にごめんなさい、うちで預かってるものを、パンサーさん本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、まさみさんと喋ってけば、パンサーさんどうぞどうぞ、
私は一個続いたパンタさんが来てくれました。パンタさんすいません、変な気分だね、はじめまして。あ、聞こえてない声が、クリシュナまだ 60% のままです。パンタさんが来ました。こんにちは、はじめまして。おはようございます。おはようございます。佐藤と申します。あ、パンサーと申します。よろしくお願いいたします。あれですね、あの、はい、画面で見るより目が大きいんですね。あれ、兄が痩せたと。で、今、はい、ちょうどこの状況で一戦目は続くのが、はい、はい、僕も全く今日何も見てない状態だったんです。そうなんですね、はい、あの、まさみさんへのプレゼントが事務所の方に送られてきまして、あ、そう、はい、で、それを、我が兄に言ってたんですけれども、はい、いや、ちょっと持ってくのだるいから、そうそう、まさみに取りに来てもらって、そう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 、ずっと言ってたんですよ。はい、言ってたんですけど、私がずっと取りに行かずしたら今日来てくださったという。あ、兄の代わりにこれからお願いします。兄がスリムになってるよっていうのありますけど。皆様、はい、アドリブ兄がいつもお世話になっております。あ、いや、逆にアドリブ兄がお世話になってますって皆さん思ってると思いますよ。私パンツァーと申します、はい、ニコナナさんではバックスロといった番組を、放送させていただいておりまして、はい、アドリブ兄のルカでございます。はい、はい、よければこれからもよろしくお願いいたします。ツイッターとかもされてますもんね、はい、そうですね、ぜひツイッターも皆さんフォローしてくださって、ぜひフォローしていただければ喜びます。ヒカキンって呼ばれてるんですけど、なんでそういうあだ名がついたんですか。ついてません、ついてませんよ。この前、はい、お財布とは呼ばれてましたけれども、はい、あだ名ってそのニコ7内では決まってはいるんですか。あだ名ですか。はい、あのリスナーさんから呼ばれてる。あ、一応あの、はい、僕のパンツァーっていう名前のパンツっていうのが NG ワードでございまして、はいはい、NG ワードなんですよ。なんて名前つけてるんですか。なので、僕は、あ、アドニー言っちゃった、ごめん。アドニーごめんね。やったやった、アドニー大事なところに僕。いや、いいんですよ、いいんですよ。これ、あの、離席チャンスっていうのがカイドフラグ手でありまして。なるほどですね、はい、アドニー兄さんがいないときに当たりやすいっていうのがあるんですけども、はい、ということで当たっちゃいました。あっさり来た。これ今日初めてのラッシュですか。そうです、ラッシュです。なるほど。アドニーがですね、ギリギリまで行って行けなくて、はい、初めてあの番組中に俺悲しいって言ったんですよ。入らなくて。普段パンツさん、はい、あ、違う違う、パンツが、NG ワードなの で、パンに、はい、あの数字の2ですね、もしくはパン、もしくは、パンに、はい、ローマ字の T です、ね。はい、みんな試行錯誤されてるんですね。そうですね、分かればいいっていうスタンスで、まあ、確かに確かに、はい、やらせてもらってる。皆さんもお好きに次の部分をね、パンツの部分をちょっとこういろいろやっていただいて、あ、全然、あ、バナナ狙えるかな、はい、はい、あ、あ、うまい、やったね。もう財布に、あ、財布に改名されたんですか。改名じゃないですね、お財布担当なんですか。まあ基本的には、まあ、はい、そうです、アテインの方はどちらかというとお財布担当になりがち。まあ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 、多分それはアドリブ兄が、はい、もうそういうポジションを築いてしまったので、それに続く我々はどうしたか。お、それは3桁です、はい、え、嘘、アドニーごめん、アドニーごめんね、アドニーごめんね、やった、うますぎる、アドニーごめんね。あの、僕も、はい、あの、やっぱり女性心が強いなと。ああ、ニコ生チャンネル、はい、私も、はい、あの女性と、はい、くるみちゃん、はい、はい、放送させていただいてるんですけれども、やっぱり式がちょっともうなんか我々の手の届かないところにあるなと。いや、でもパンタさん普段お上手なんじゃないですか。放送でやれ系です。あ、そこか、はい、アドリバニさんからそれについてなんかアドバイスみたいなのあります。ありませんね。はい、こうやったら放送でも弾けるようになるよみたいなのは、後ろも出した次の日とかは、はい、手のひらがコロッと、何か買ってみたいな、はい、お金ちょうだいっていう、ご飯が食べたいなと。あ、そんな直接的なの、よし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 。
よしよし。あとにいつでも変われますから。あとにが笑顔でうなずいて消えてった。すっごいうなずいてましたよ。佐藤、本当な佐藤です。すごい、うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。もうあれですよね。番組されて1年ぐらい。そうですね。今年の頭からなので、はい、もうすぐ1年ですね。どうですか1年やってみて。でも最初の頃からの緊張感は取れたかなと、よく喋れるようになったねとよく言われるので。あ、激アツだよって書いてある、はい、何の激アツだよ。でもおしゃべり確かにそんな苦手な感じのイメージはないですけど、私、はい、でもどっちかっていうとこの恥ずかしがり屋の方なのかなと思ってたのに、はい、なんかツイッターではなんかえぐい下ネタを言いますみたいなだからイメージが全然。ちょっと追い打ちチャンス、これ何だったんですかね今の激アツは。あ、なんだろう、23、なんか僕がいつも見てるコメビューと違うんですよ、はい、あ、これ、はい、公式で多分 NG コメントも拾えるんです逆に。はい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 。あー、そうなんだ、 NG コメントも見れるんですね、はい、逆に。でも NG コメントで NG の内容じゃないのに振り分けられたりもするので、はいはいはい、そういうのからも拾ったりとかいう、これアドリバーニさんのアイディアなんですよ。ほうほうほう。よりいろんなコメントを拾いたいと先ほど宣伝させていただいた我々の放送、はい、バクスロですね、無料放送となっておりますので、はい、ぜひぜひ見ていただいて、間が合えば見ていただければなと思います。バクスロでも大変ですよね、縛りがあるんですもんね。まあ大変、まあ、楽しいんですけどね、はい、要は最後に罰ゲームとかあるじゃないですか、はい、今までで一番しんどかった罰ゲームとかってあります？しんどかった、はい、前回ペヤングのほい激辛、もっともっと激辛マックス、はい、あれはやばかった、泣きそうでしたね、泣きました、はい、泣いちゃったんですか生放送中に、はい、あれはもう本当にひどいですね。好きな人は多分好きなんでしょうけど、ほうほう、くるみちゃんは大好きだって言って、ずっとパクパク食べてます。余裕だったんですね、くるみちゃんは、はい、泣けって書いてあります。兄はですね、今パンダさんが私に届け物を届けてくれたので一旦パンダさんに代わって、アドニーは私が打ってるのを後ろから嬉しそうに見てます画面を、しかも後ろの画面を、はい、さあ激アツっていう煽りがね最初にあったんですけど、それがこれのことだったのか。はい、プッシュいきます。よいしょよいしょよいしょ。これで出てきちゃったりしないですよね。今日のフラグ。あ、出てこないと思う。あ、せっちゃせんそうと、はいはいはい、アテナフレーズ。上乗せチャンス。じゃあちょっと主役に変わりますね。あら。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。出た。あ、またにやったよ。リセキチャンスが終わってしまう。皆さん、パンツァさんの応援も、佐藤まさみの応援も、アドルバニの応援もよろしくお願いいたします。ツイッターもね、フォロワー数でいろいろお仕事も変わってきたりもありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、アドニーにね、つなげれるように今私は一生懸命増やしている最中でございますまさみさん、扶養家族にしてよ。まさみさん、はい、すごいねよかったです。なんかさらっと、いや、ペガサス覚醒でさ、はい、赤七パーンパーンいったじゃん、はい、あ、これ絶対フリーズレベル上がってる上がってる上がってるっつったら息出てきたからねいやー、すごい、よかったよかった。 OB じゃないわ。でもパンダさん思ってたより身長がありました。あ、本当？あと思ってたよりいい方でした。まあ多少、そりゃ大人ですから、はい、すごいいい方です。どんな方なんだろうなと思ってたんですけど、今日のゲスト、はい、そうですもうどこからどう突っ込んでいいかわからないコメントがいっぱい来てんだよな。まさみん、兄の時と違って楽しそうだったね今日から演者交代って聞いたけど、はい、オールド豚じゃないわそれやばい、それやばい。むし
ろ、離席するだけでここまで出させる。いや離席関係ないから、やっぱ離席の力ってすごいなって改めて。よかったよかった、引き継ぎかよ、引き継ぎ、おい俺の知らないところでまずあのお披露目ね、荷物持ってこさせるっていうのも実は2人であ今から後でじゃあ LINE 交換して引き継ぎに向けて着々と先行お披露目かよ。いやまさみさんの時もそういうのあったからなおさらだよね、乗っ取り始まった、まさかの伏線。安心してこそかでできるじゃないわ、ほんとやっぱうまいことできてるな、いきなりね変わったら大変だからっていう。新鮮フラグが来た、むっちゃ盛り上がってる人が、え、ちょちょちょ、なになになに、何この人ボーナス、あれ4000分の1ぐらいだっけこれ一応この間連絡で、はい、センタータックのストック、はい、何この人、飲み物飲んだ、青色だったんですけどよかった、そのカットインすらめった拝めないのに何やってんの、いい加減にして、何やってんの、すごすぎんだよ、よかったよかった、出名前を何この人、あれセイントボーナス、これやっぱいい歌だな、あ、ごめん、5939分の1だ、やったやったね、いい曲ですね、すあ、それでね、はい、ちょっと前に、うん、昨日、今日、一昨日、はい、全部せいやだけど何か意図的なものがあるのってコメントを読みかけた時にパンツが来たんであれだったんですけど、あ、そうかそうか、意図は全くないです、すいません、たまたまかぶって、でも本来後出しの僕らが避けるべきなんですけど、オープニングで話させてもらった通り、ちょっと個人的にね、せいやに対してリベンジをしたいということで、そんな中、よく見とけブチ野郎、うん、この野郎すごいんだけど、許可も取りやすいし打ちやすい、まあ、あとはね、まあ、何度も言う通り仕事掴んでメコメコにされた挙句、夜の10時40分に通常時打ってたっていう、それを払拭したいですよ僕の中で、ね、それが確かに何だったら2017年のせいやとの思い出になりそうですもんね一番のね、はい、毎日見てる人の方が少ない、まあでも一方でね毎日見てる方もいると思うんですけど、ご了承ください、ご了承いただけたら、はい、 OB ってお払い箱の隠語って言うじゃないわ、ほんとそっちの方がやばくないですか、やめてくれよ、オールド豚よりも、歌が聞こえないから黙ってすいません、いやー、せいせいやーのスピードがいいですよね、せいせいやー、おいしい豚ですって、あと OB お払い箱とかさ、いろいろ言われてたけど、最後のわがままだから聞いてあげてとか言うじゃないよ本当に、俺次回もしれっといるぞ本当に、それじゃしょうがないってなるかも、でも次回もしれっといるぞって言うの、次回が1ヶ月後か、あ、そうだ、いや本当にそうですよ、久しぶりに1ヶ月丸1ヶ月空くんだね、はい、お久しぶりですから始めないと、私は多分ニコ生チャンネル自体も今回がすでに泣きの1回って言われてるやだやだ、ラスト1回くださいっていう頼みますってね、やめたくないんですやめてよ、そうなんですよ、間くんですよ、まさみさん、はい、ニコ生1ヶ月見るもんねえなって、もう一回でも1ヶ月見るもん、あ、うわそんなことないよ、でもトントンがあるんじゃないですか、トントントン、いやいやいや、そうじゃなくてフラグテ映画にも楽しい番組いっぱいあるから、フラグテ映画ね、嬉しいけどさ、そういうの、逆にその会えないかった分みんなね、その瞬間の放送は盛り上がってくれるように頑張りますわ、ありがとうございます、パンツは来年からとかあるの一旦ね、いや
やめてよそういうの。今日のゲスト、ファンタも無料だね。1ヶ月空き、2ヶ月空き捨てフェードアウト。でもやめて。シナリオができてるみたいな、やめてください。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。まさみんこんにちは、今日のゲスト誰？錯綜、情報が錯綜しております。これ150くらい、200くらいでアドニーに渡せそうですね、時間的に。まさみさん、はい、もっと乗っけてもいいやね。頑張ります。いたすらにゲーム数を消化するだけじゃなくね。わかった、頑張ります。私にできることをコツコツと。何これコメント、兄も打たなきゃいい人なんだよなって、これどういうこと？どういうこと、どういうこと、打たなきゃいい人ってどういうことだよ。どういうこと、どういうこと、打っちゃダメなんですかね。打ったっていいだろう。ほんそれって。まさみさん、そんな一方で卒業しても兄は毎回いそう。勝手にスケジュールチェックしてね。行こうって。兄は打っちゃうんだよねじゃねえわ。ほんと我慢ができないからね。違うよ、打つの良くないだけだよじゃないわ。打ちたいんだよ。財布および利息チャンス用意。第1回から見てるけどついに卒業かじゃないですよ。162回で何もやってないのになんで偉そうなんだよ。偉そうですか僕。いや偉そうではないですけれども、やっぱそのやっぱそれはあれじゃないですか、オーラがあるんじゃないですか、王者の風格というか。いや偉そうなね、王者の風格。戦力外を通告された男たちに今年は、あ、そういうテレビの特集があるの。引退したのに毎回顔を出す OB だよね、わらじゃないです。なかなか新しい波が作れないやつですよね、それ。この言われようですよ、本当。小物感すごい。金だけ出してればいいのに。次から次へと、まあ、色出てきますね。いろんなワードが。トライアウト頑張る。トライアウト頑張る。うん、辛辣、ひどい言われようだよね。大会のたびに顔だけ出す人。やめて。あ、オーナーが口を挟まない方がうまくいく。そんな偉いポジションでもない。オーナーになったの。ひな壇芸人とか言わないで。オーナーとひな壇ってだいぶ違いますけど。パワーワードが飛び交うところじゃないですよこれ。多分僕じゃなかったらメンタル壊れてますから。ダメですよ、僕以外にこういうこと言ったら。でもアドニーじゃなくてみんな言わないですよ。ちょっと待って、それもそうなのかと思うけど、ね。いやいや、アドニーだから、あの笑いって分かってくれるっていう皆さんね。いや、そんなことないよ。あ、そうですよ、12月27日まで。アドニーもチャンスが来る？昼過ぎから流れが変わる。宛名覚醒にでも入れないと500は。まあ、ゴールドセイントバトルを引っ張ればいいんじゃないかな。プランはあるんですね。プランはある。あとはスイカ300とかね。あ、まさみんがいつも見せ場作るから打ちたくなるんだよね、はい、ありがとうございます。まあ、釣られるよね、いい展開のものを見ると打ちたくなっちゃう。自分も言わせたくなるみたいなね、ありますよね。簡単に言うね。あ、面白いのがみんなここではすごい、いろんな言葉を浴びせてくるのにツイッター上だと優しい。ああ、確かに。皆さんやっぱツイッター用とね、放送用であれじゃない、ほら思いっきり個人が分かっちゃうから言いづらいのかな。そっち。でそれが殻が破れた分ここで言いたいもの、まあ、全然それでも構ってくれるだけで嬉しいんですけど。さあ、あ、打ちたくなって実際に来てます、ありがとうございます。いきなりあれだけど愛知に来てくれ。今のところ愛知はね、経由地点なんだよな。はい、あとに100ゲーム切ったんですけど。それはまずい。やります、ちょうどいい。あの12時なんですよ。いい、いいですよ。
36ゲーム。やっぱね、私にはここまでしかできなかった。アドニー、そうだね、やっぱ私じゃ足りない力が、そうだね、コスモが足りないな。ちょっとじゃあこれからね、どうやってやるかっていうのをね、アドニーよろしくお願いします。お見せしたいと思いますんで。私じゃ足りないから。あ、なんで私ってこんなにできないんだろうな。まあ見ててくださいよ。お願いします。いくよ。はい、ちょっと待って、いきなりご飯食べてくるっていい。ちょっともうちょっと見ててよ、みんな。ひどくない？終わらせやっていうの、誰が終わらせやって言ったんだよ。やめろ、終わらせやっていうの。お昼作ってくる。要するに他の放送見るから。何言ってんの。まさみさんがワイプに映るのは僕が打ってる時ですよ。さあどうかな。アドニー、アドニーの中ではこの何ゲーム後ぐらいに上乗せする予定とかありますか。いや、もう何ゲーム後とかそういうのじゃない。すぐ瞬きしてたら終わるよ。どういう意味で。何が起きるか分かんないからずっと見ててね。で何か起こったらよ、ずっと見とるやん運営さんよ。声でわかるかな、おーとか。なんで運営まで席外すんだよ。シャーみたいな。私も外そうかな。そしたら2人でご飯食べてきますよ。近くになんか美味しい餃子屋さんがあるらしいんですよ。ひどいなおい。休憩時間だよ、寝ていいよ。みんな寝ようぜ。あ、私の声したかった。はい、ああ。もう出番ないで。ひどいなおい。音は聞いてるから大丈夫。何かあったら駆けつけましょうね、餃子屋さんからね。まだ声遠いですか。ああ。ぼっち放送でいいんじゃないかな。運営になって休憩が必要なんやで。さあ、あと何ゲーム。あと70。いや、すみません、私が100ゲーム多めに渡せなかったから。そうだね、私が足りなかったです、力が。大丈夫です、まさみさん、はい、自分の手で掴み取りますので。ありがとうございます、頼りになる。大体ね、はい、僕のリベンジでやってるのに、はい、まさみさんだけにやらせるわけにいかないですよ、はい、こんなのリベンジって言わないから。ありがとうございます。やっぱやるときはやるんだよな。やるときはって言っちゃった。いつもそう言ってるね。ビッグマウス。あ、そっか、私もお昼ね、ちょっとジュース飲もうかな。さあ行くぜ。さあ行くぜ。レイアクはまだね、引けてないんだよ。まだ、あの後で肩が見かけるように撮ってるんですよね、今ね。通常からやり直しなくて、自分で入れないとね、順調に昇格。たまには放送中にやってくれって褒めたいと思います。おっす、ほら、悟空って言わへん。今休憩中だよ。こういうのフラストレーション溜まった時ってやらかす確率そこそこある。おお、よく見てる方がいらっしゃいます。イブとベルの鬼。やべえ、その表現はちょっと笑っちゃうな。まさみさんが肩通しに行くからね。襲来しに行きますよ、フーパンで。何言ってるか言って、はい、でも私弱者なんですよね、言ったの私が。弱者もでも5分の1で上乗せはするんだぜ。やべえ、まさみさんが来るって言って言わないじゃない。テレ屋さん、
まあ、もしあれだったら放送終わった後にこう、はい、こっそり声かけに来ていただければ。これからの今鬼は鬼っぷりを加速中ですか。何が息止めるの。鬼やめろ鬼っぷりを加速中。クリスマスプレゼントって、まあ、みんなにする予定なんですけど、はい買うとこが入りました。あと30しかなくて腐って感じ。どうぞお見事。でもあのにこれでダメでも3ゲームまた勝てばいいんですよね。そんな簡単じゃないんだってばさ。ID をたどらないと。緊張する。頑張れアドニー。いやマジでこれちょっと。14。急に知らないおじさんにムーパンする。スマホで放送見てたら本人だ。ナイス。さあカウントダウンが入ってまいりました。運命のカウントダウン。アドレバニーが見据えてるのはおそらくもうこの後の3試合ではないでしょうか。ただアドレバニーさんやりますからね。今日はそう簡単に終わってたまるかですよ。なんでこんなやれないのかな。大丈夫アドニー、こっからですから。これ1回落ちてからがアドニーの全てです。来ます来ます。さあ気持ちを切り替えていきましょう。必ず勝てる。勝機はある。あれ白色。あとます。裏。あとます。サクサク。あ。はい。やい。よかったよかった。アドニーでもこれはあれですかね。私のやつですか。はいはいはい。この境地は俺の境地。すごいすごいアドニー。俺の境地。さあここで3番の位置を掴んでるでしょう。おお、テンションが上がってきましたねアドニー。よかったよかった。3番の位置を掴んでるでしょうって言いましたから、ね、はい、アタックも引っ張るでしょう。引っ張るでしょう。3桁見せろとかになりますよ。千日戦争はだからそのここの振り分けないよ。やるでしょう。ただちょっと煽りが弱い。ちょっと不安でございますね。意地もそんな強くなさそうな。まあ、ただ3分の1つかんでるでしょう。何この小物感俺の気持ちいいなんつったら大抵小物ですからね所有物にしてますね。あ、あ、松田さん3分の1つかんでます。あ、すごい赤文字激アツ。やったやったやった。さすがさすが。さあ、あとは何が出てくるか。何が出てくると思います。さあ、いけ。いい音してるな。ちびっと活躍したね。プラス5かな。あ、こっちだったら熱いんだけどな。こっちだったら。あ、やっぱそうか。でもここからのゴールドもあるからね。ありますあります。アドリーならいけるでしょ。あ、ブロンズです。あ、50は欲しいです。いけるでしょ。頑張ってアドリー。今やってますけど、アドニー今日のアドニーラッシュいけるんじゃないですか。え、あ
のやってみないとラッシュの出来がどうかわからないって言ってたじゃないですか今日の分は、はいはい、これいけるでしょ今日いける、うん、いけるいける、よし、あとにあの運営コメント、ホッケー君手のひら返しすぎおい、こっち見てニヤニヤしてんじゃないよ本当に平和だな今日も街道フラグ平和それ面白すぎるんだけど、おおいいんじゃないか、ちょっとこれじゃあ弱いですね、でもでもでももう一個ステージ上がるか、一騎さんが出てくるとか、正論すぎて、確かに、あちょっとこれあれだな、もう気持ち切り替えた方がいいな、あ気持ち切り替えます、ああまさみんなと20くらいするあって、あーちょっと、ああえー、よいよいよいよ、分かる分かる、事情変わったよ、ニーナ好きな、ここ、ね、好きな言葉、うん、レイアップじゃなければ、はい、事情変わった、お、いいんじゃないいいんじゃない、3分の1でしょうね、あいやでしょうね、急に急に自分に肯定的でしょうね、よしよし、はい、よし、なんぼかな、皆さん想像してください、なんぼ欲しいですかドニー、まあ、氷河はね僕の中で50っす、50、僕の中で50、これ当たり前なんですね、じゃあだここがないんすと思うでしょ、ええただねこういうことなんですよ、嘘でしょ、待って待って待って、ここでええちょっと待って、ちょっと待って、アドニーが今無言で笑いました今、アドニーの顔を見せたい楽しい、ピンポーンピンポーンって何、ピンポーンって何、アドニー、カモン、あえい、アドニー、運営コメント見てください、もういいよポッキー君、いいさかっこいいって、アドニー、ただちょっとあの物言いがついてます、何ピンポンはダサすぎるってアドニーピンポンはダサいと思う、なんでたって200、まさみさん、はい、200乗せたら正義だろ何言ってもおうそうかそうか、たとえねそれがチャイム鳴らすような音だとしても当てちゃったらもう正義、許してくれます、なんちゃらハイパーかんちゃらって言って10よりさ、うん、そうですね、ねピンポン、あの時嬉しかったんでしょうね、正解だと思ったんでしょう、ちょっとじわじわ来るピンポンが、今日はこれいけるんじゃないですか、3時まで出しっぱ、おーいグーセイロン、兄が卒業、さすがに異論はない、俺もピンポン使うわ人には500を要求し自分は200で満足、優秀の美、離席してました、投資は、投資は今で600枚です、はい、で出玉はですねどれぐらいまでいきますか、今ね1350枚、はい、そう、ああそう、私の後押しありましたねあれアドニーカね、あのベルトリプの鬼をしてなければ分かんなかったんですけど、マイクが遠い、あでもあのまずいですアニね、イカが苦手なんですもんね、イカ無理、イカ無理じゃなければ今クッソとか言って、いや本当あの開けた瞬間パシャってやった瞬間めちゃくちゃ臭かったですまずいです、まずいというかまずいです、あのただあの後味はないです、臭みだけで、匂い、あと匂いだけ匂ってください、やばいです、もう一個上、これでも普通に外れるからな、いや本当イカの塩辛風味が、上がれ上がれ、高いよ、一応規定ゲーム数からなので熱い気がすると、上がれ上がんないか、どうだ、もう一個行ったら安心なんだけど、マックスランの罰ゲームにはいけると思います、これ全部飲むとかね、ボンボン弱地落ちるけどレア役軽いの、すいません、設定差あるけど数えてないです、ただま
まあ、あとアドリブアニさんの人間設定でよく弾いてるっていうのもあると思います。その上のステージ行ったら千年千年戦争千日千日戦争、ね、確定とかじゃないよ確定。うわー、あーでもこれはさすがにさすがにこれは大丈夫です。そうさあ何が出てくる、誰がいいかな。ピョン、あーこっちか。あっやっぱりよし、ね、規定ゲーム数からやっぱいいんだよ。そう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 、ヤドニーのもう一個カメラ欲しいな、このねっていう時の嬉しそうだもう一個カメラが欲しい。見るんじゃないよ。はい誰誰、ヤドニーが会いたがってたよ。あーミロ大丈夫かな。スコーピオン、ミロはね普通だった気がする。でもなんだったら30とかいける30ですか。あ、誕生日マンさんおはよう。20、40、1番目のとこが多くて40です。ミロは勝利保証が2回500の先輩よ。平均5点5連ってあるけど2回は勝てる。頑張れ頑張れ頑張れ。普通にね20とかで終わるからね、ゴールドセントバトルも。さあどうだ、30犬5040だよ。村を返せば2回しか勝てない。昼休みに見に来たら事故ってるやんけ。いやーちょっとね、事故る事故らないはここです。またさらに事故れるか。大体もう600、700ゲームくらい回してはいるんですけども、ラッシュをね、残りのゲーム数が少なくなってきたのでここでさらにノルマは500だぞ。水撃とかねあるといいんだけど、うわ緊張する。いやこれはね、まさみさん、はい、過度な期待は禁物ですよ。禁物、はい、ミロはやっぱみんなアドニーならやってくれるんじゃないかってやっぱ思っちゃうんですよ。これ仕方ないです、サガですから。まさみさん、リスナーさんのサガ過度な期待は禁物って言ってんでしょしょうがないね、皆さんね期待しちゃうよね。かっけんだけどな、いちいちかっけんだよ。いちいちかっけんけどピンポンって言わないからだよマジで期待してないよすげー、これで3戦目、こっから分かんない。あ色変わんないよ、バイアスの。ナイス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 、戦い戦い、ナイス。サガじゃないよ、ミロだよ。よしよしよし、これで30、続け続け、色は変わらない、変わらない。あ緑緑、ちょっと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 だよ、ちょっとだよってなんだ、ちょっとだよ皆さん。嘘でしょ、緑だったよと思うでしょ、と思うけど、はい30。あでもあの平均が20ですもんね。平均は55ぐらい。あ平均基準じゃなかったな。いやもうミロはしょうがない、しょうがない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 、ミラ当たったけどなんか嬉しくない30って言ったのが当たったのかな、なんかごめんやってしまいました。大丈夫、もう一回引き直せばいいんでしょね。そうそう、さあいやこれは戦いましょう。さあ皆さん、ひりつくところが来ました。もう3回勝ち通すしかない。私は信じてます、アドバニーさんのやってくれると。 50%3 回ってでも 50% ですよ。僕に求める、アドバニーさんだからこそ奇跡を起こしてくれるんじゃないかと思いたいんじゃないですか。あ、仕事戻ります。フラグ出してお祈りいたします。ありがとうございました。頑張ってください。僕も頑張ります。さあ、うわあ緊張する。終わったな。早い早いです。よしよしよし、チャンスアップ。
さあ次の攻撃、あー来たー、耳塞いでせいや、まあね957ゲーム284枚まあ終わっちゃったよ、あーなかったか、終わらせてしまいました。まあちょうどねあのお昼に1回ね、皆様長らくご視聴、はい、ありがとうございます、またお会いできればと思います、はい、フラグティはちょうど1ヶ月後ぐらいになりますね、そうだね、はい、またお会いしましょう、はい、それではいつもは良い休日をって言うんですけどね、まだまだ平日ございますの です、ね、良き一日を、良き一日をとなりますように頑張って働きましょうみんな、はい、土日まで、はい、ありがとうございます、はい。